はい、後ろに着きました。帰ろ、さあ帰ろ。帰って今夜無理やろな。うちのレッドジャイアンね、ほんまにほんまあのレッドだけはあかんわ。今夜できないです、まあ、これも多分できへんやろな。まあ、とにかく帰ります。はい、こんにちは。私は今どこにいてるかわかりますか？ここです。見えました？では行ってきます。はい、入ってみます。お邪魔します。こん中の水槽ね。え、食べるかな。うわ、ピラ。これはちょっと一匹あげるやつをほんま見たかったけどな。金魚とか。おおおお、ピラニアも。おおおお、かわいい。あ、こないして与えたらなんかあれやね。ピラニアも、かわいいね。あの、かじるからね、でっかいやつやつ。それはほんまは見たいんじゃないですか、ね。昨日聞いとったけど、汚すんちゃうかって全部食べてまおうとったから。まあ食べるのは食べると思うけどね。はじめはむちゃくちゃにしようけど、ね、むちゃくちゃするでしょ。むちゃくちゃにして僕見たことないんですよ。最終的には食べるんやけど、昔はもうピラニアってみんな熱帯魚でピラニア買ってまんねんとか言ってね。昔は言ってましたよね。ピラニアかい、お食べられん、口がこれ顎がおお掃除機みたいなやつ取る。キビナゴですかこれ。凍らして切って食って食べたら、食べさせたら汚れへんのか。ほんで、あの A とかあんなにも やるでしょ。あーはーはー。そやからちっちゃく切っといて、 A にもこの、あ、もうあるへん。あ、 A のね、うん、うーかわいい、かわいい。うわ、カラプロが追っかけてるよこれ。珍しい、今度初めて見た。逆やったら分かるけど、餌をね。あ、待ってるんですか。おお、カラプロ取りに行ったらね、カラプロが追いかけます。こうやって、追い込む。おお、すげえ。そうやね、いつも僕らもこれ難しい。これ見てみんな、輪っか、この輪っかでこういう風に追い込むな。今からね、この中の一匹ね、私が持って帰るんで、はい。まあどれかは後でね、お見せしますけど、まあ、この中に入るもんですわ。どれですかね、こいつかな、カメかな、こいつかな。それではないでしょうね。帰ってきました。ただいま帰りました。一等兵、ただいま帰りました。メーカー、今日はね、カラプロとキクラは福岡に行って、ほんでまあこれは新しくね、買いました。まあこういうことばっかりやってますね。レッドアロワナと混泳を成功させるためにはどうしたらいいか、それはもう何回もやる。それがぐっちゃぐちゃ入れたらええらしいんやけど、いっぱい入れたらね、それはしたくないんですよ。だから結局 こいつも多分セパレートになると思いますけど。あいつがほんまに悪いね。あいつほんまに悪いんや。俺みたいなやつやほんまな。はい、今日はね使ってきましたよ。初めて買いました。もう念願っていうかね、いつも念願って言ってますけど、何買っても念願言ってます。うわ、暴れてる。これちょっとまだ見えないですね。混泳してからお見せします。絶対無理です。水合わせ、大型魚はこんなもんです。いつもね、ここね入ってるでしょ。ここにね、もうバケツ入れたり、そのまま袋が入れたりねしてます。
なるべく早めにね、水ならいるかろうと。それはええんやけど、混泳がね、多分失敗すると思います。ちょっとね、セパレートで、1500やけど、1200ぐらいにしました。もっと狭いかな。1100ぐらいかな。ちょっと狭めました。で、ダトニオもね、カラトロンなんか戻しました。ちっちゃいカラトロンね。こうやってね、水合わせをしていきます。八尾の方の熱帯魚さんにね、加えてますよ。そこで教えてもらったんですよね。で、水替えする、魚入れるときにちょっと水替えした方がいいですよ。僕もやっぱり水替えしました。3分の、4分の1かな、水替えして。必ず魚入れる前は、ちょっと水をね、きれいな水を入れてやってます。さあ、奇跡は起こりますか？入れますよ。喧嘩始まるんでしょうか？喧嘩っていうか、レッドアバナはどうなるんでしょう。ああ、一瞬は大丈夫でしょうけどね。はい、入れました。これです、買い物したやつはこれです。はい、チャ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 と、キクラね、売ったお金で買いました。もうちょっとでね、もうちょっと足したけどね。はい、こういうことです。とにかく今からね、今夜1時間ぐらい見張ります。さあ、うちのジャイアンどうでしょうか。いきますかね。狭くしました、逆にね。逆にっていうかあかんやめてくれ。一瞬入れて、いきなり噛みに行った。うわうわ、狙ってる、背中で狙ってる。シロアロ、アルシル、シロアルちゃうわ。アルシルは遊ぼうとしてんねんけどな。この4匹でうまいこと言ってくれたらもう、どうなんねやろ。恐ろしいですね。恐ろしい、あいつ。むっちゃやばいからね、うちのジャイアン。ジャイアン、あ、ダトニオに行った。ダトニオとこのちっちゃいカラコロとレッドはずっと一緒やったんですけどね。頼むからこの婚姻行ってくれたらもうお礼にこのガラスを拭きますけど、なんか汚れてますから。要は大丈夫ですね、狭くしてるからかな。いつでも避難できるようにこっち開けてます。いつでも避難できるようにね、待機してます、私は。うわー、頼む。あー、噛んだ。ヒロシです。婚姻がうまくいきません。もうレッドジャイアンには疲れたとです。ヒロシでした。ずっと狙ってんもんな、このアロアナ。もうこのレッドアロアナ、やばいですね。こいつを売らなあかんのちゃうかなと思ったの。とにかくね、水槽をどうしたらいいかな、これ。やっちゃいました、また。ダトニオぐらいだったらね、90センチの水槽でもいけるやろうけど、アロワナはさすがにね、シルは無理だよね。僕どうないですもんね。1200の600でも無理やもんな。いけんことないけどな、1200の450のやつでも当分いけるけどね。多分この白いアロワナがこれ以上大きくなってもこいつは行くと思うわ。このレッドはもうそういうこと怖いんだよな、多分。単独買いしか無理や。もう牙がすごいもん、口の牙。これみんなこんなんやろ。みんなこんなんかもしれませんけど、もうこいつの鱗をポロポロみんな剥がしていけるからね。この歯ちょっと汚いですけどね。おー、疲れたわ。このレッドアロワナ疲れるわ。
水槽の色がだ。ありました。ありました。無傷です。横にも落ちないわ。さすがトマ。ちょっとごめん。はい。ちょっとこの服の。